まずは今日のゲーム振り返っていただけますか。悔しいですね、どういう思いでこの大分戦に臨んだんでしょうか。もう僕個人もチームもですけど、本当勝利そこだけに集中して1週間取り組んできたし、しっかり自分たちの守備をしながら、なんとか点取りたかった時間で僕は取れてよかったんですけど、最後の最後、監督も言ってましたけど何かが足りなかったって言ってたので、リードした時、同点の時、やっぱそういう戦い方をもっともっと僕たちが勉強して今のことを受け入れてさらに強くならなきゃいけないかなと感じますね。今はこの試合を勝手にですね、次に向けて一言お願いします。また来季に向けて。そうですね、幸い J2 でやれるので、今の状況とか今の実力を受け入れてしっかり一歩一歩積み上げて、来年本当に強いチームに戻ってこれるように本当やり直すだけだと思うので、全然ネガティブとは言わないですけど、受け入れてしっかり反省してもう一回チャレンジしたいです。では最後にサポーターにメッセージをお願いします。いや本当辛いこと多かったんですけど、今日も大勢の人たちが応援してくれて本当ありがたいです。来季もう一回本当に僕らが強いなって言われるように、九州で一番強いって言われるぐらい本当に生まれ変わりたいと思うので、今まで以上に戦って応援よろしくお願いしますと伝えたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。